はい、こんにちは、カババです。はい、ここはね、見た通り北八ヶ岳ロープウェイですということでございまして、今日は北横岳を登ります。うわー、今年は雪が多いね。はい、ロープウェイ山頂駅です。本来であればね、こっちもね、八ヶ岳が見えるんだけど、全然見えませんね。はい、これ見てもこんな感じですよ。これなんだかわかります？これね、キツツキ。雪に埋もれちゃって、紐、あ、動く。はい、今日はね、予報に関して天気悪いんだけど、行けるとこまで行ってみます。悪すぎるな。はい、ここね、坪庭の第一展望台なんですが、今日ね、荒れすぎてる。もう何回もね、北横来てるけど、今日は無理して北横の山頂は行かないで、ちょっと坪庭回ってねっていうのは、ここから坪庭回って降りると、この爆風も収まると思うんで、こんな状態です。膝上とかじゃないじゃん、ももまで来てる。埋まるね。埋まってるし、うわあ。
島ヶ根行く方のルートなんだけど、もうほぼもう完全埋まっちゃってます。無理だね今日は。残念、戻ります。誰もいない貸し切りですはい、あれがね立科でこっちが北横岳。あの降りたら晴れる伝説ですね今日もまあ降りちゃったからどうしようもないんだけどさ、もうお昼だからはい、鍋、ファミマのね牛肉カレー、それと鍋焼きうどん、この2つ。はい、お願いします。はい、鍋焼きうどん。うわあったけ。いや最高の天気になっちゃったよ立科、北横、輝いてますねまあ一方で僕らは鍋を楽しみます。いいね、これも関西風だね、うん、はい、できた。はい、いいよ、持ってって。はい、はい、はい、いいね、プリウスの後ろが食堂になってます。どうぞ食べてください。はい、あ、うまい、うまい、うん、いい匂いだね、関西風、うんうん、美味しいです。じゃあ俺のはカレーね。このね、牛肉カレーうどん、もう匂いからしてすごいこうパンチが効いてるよね、これ。あ、もうプリウス中カレー臭だよ、本当に。あ、だんだん溶けてきましたね。あ、こんな感じなんだ。早く食いたい。できた、できた、できた。おお、すごいことになってる、うん、はい、できた。よし、いいやっと、まあ、いい匂い。いただきます。おお、いい匂いだな、これ、うん、すっごい匂い。うまっ牛肉がいいな、これ。うん、うまっ。これ冷凍鍋っていうより鍋の残り汁にカレールーをぶっ足してうどんを入れたような感じだ。これはこれで美味しいです。いやファミマの鍋うまかったね。うん、カレーもパンチがあって。まあ、ということでございまして、今日はね、あの、北横、まあ、ちょっとね、コンディションが悪くて、まあ、楽しい山登りができそうもなかったんで、まあ、早々とね、降りてきちゃって。で、その分ね、カウママと美味しい鍋を車の中で、ぬくぬくしながら食べました。ということでございまして、今日もご視聴ありがとうございました。カウママでした。